はい、どうもこんにちは、もかはげです。ということで今日は月曜日なので、先週あったカメラニュースをまとめてご紹介しようと思います。でね、今月9月はね、ちょっとこのカメラニュース周りっていうのが大変なことになりそうなんですよね。結構ね、各社ともね、この9月に新しいカメラっていうのがいろいろ出てくるんじゃないかっていうふうな噂がたくさん出ているんで、今日はねその辺も紹介していければいいかなと思います。でまず最初ね、ソニー関連の噂なんですけれども、先週ね、ソニーは4機種のカメラっていうのを近日中に発表するのではないかっていうふうな、噂っていうのが流れたんですね。それに関連したこうロードマップっていうのを、ソニーは公表するだろうということで、実際に新しい TTZ の E マウントカメラっていうのを開発中であるっていうことを、匂わせる発表っていうのをしたんですね。それ以外にも3つ、全部で4つのカメラっていうのを、ソニーは近日中に発表するだろうということで、そのうちの2機種に関しては、従来のこう写真型の、カメラになるだろうということで、こちらに関しては α7R5 ね、これは当確ということなんですけれども、もう一つの写真型カメラとして APS-C の新しい ZV カメラっていうのが噂になっています。で、APS-C の ZV カメラというふうになると、このね、ZV-E10 っていうのが現行であって、これの派生タイプになるのか後継タイプになるのか、それともこの ZV-E10 っていうのはもうすでにずっとあるね、センサーであったりだとか画像処理エンジンっていうのを再利用するようなタイプで、スペック的にはね、新しいものっていうのはなかったんですけれども、今のところこの写真型の2つのカメラとしては α7R5 と APS-C の ZV カメラっていうのが有力だというふうな噂なんですね。でもう一つのカメラなんですけれども、こちらはコンパクトで価格を抑えた APS-C のシネマカメラになるのではないかっていうふうな噂が、バーッと広がっていて、でこれソニーはかつてね、スーパー 35mm での、カムコーダーっていうのは出していたんですけれども、 APS-C のセンサーで映像に特化したようなカメラっていうのはこれまで出していなかったんで、新しいカメラということなんですね。でこの噂になっているソニーの APS-C のシネマカメラに関しては、ネーミングも FX30 になるだろうということで、9月中に発表されるのではないかというふうな噂が出てきているんですね。すでにソニーは、フルフレームのシネマカメラで FX3 っていうモデルを出しているんで、そこにこう0を1個付け加えているっていうこともあって、おそらくこの FX3 に似たようなデザインの、シネマカメラになるだろうと。で価格に関してもおそらく$2,500ぐらいになるだろうということなんで、日本円にすると35万円ぐらいになるかなというところで、フルフレームの FX3 よりも、おそらく15万円から20万円ぐらい安くなる、そういったモデルとなりそうだということ でしかもね、こうセンサーに関しての噂っていうのも出てきていて、当初この FX30 っていうのは1200万画素の APS-C センサーを積んでいるというふうな噂だったんですけれども、これがね、後日すぐにこのソニーアルファルーマーズによって訂正されて、これは1200万画素ではなくて2600万画素のセンサーを積むことになるだろうというふうな、これまああくまで噂なんですけれども、そういった記事が出ていて、これはやっぱりこれ APS-C センサーということもあって、1200万画素だと上限が 4K までなんですね。4K 以上っていうのは撮れないんですけれども、これが2600万画素になると 6K までいけるっていうことで、現状その APS-C に限らずフルサイズにしてもマイクロフォーサーズにしても、4K 超えっていうのがもう当たり前になっていて、例えば 5.7K だとか 6K とかで撮って、それをベースにトリミングしても 4K っていうのは十分確保できますよみたいな感じだったんで、その流れを考えるとこの FX30 がね、2600万画素っていうのも妥当なのかなというふうな気がするんですね。であとさっきも言ったように、こう APS-C の ZV カメラっていうのも今後発表される可能性っていうのがあるんで、その辺とのこう絡みでね、このねソニーの FX30 っていうのもこうかなりこう気になる機種かなということ でこの FX30 に関しては早ければ9月中にも発表されるということなんでね、こちらの注目していきたいなというふうに思います。で次、キャノン関連の噂なんですけれども、これもね、ちょっと気になる噂っていうのがあって、このネタ元っていうのはとあるリーカーのツイートなんですけれども、キャノンは EOS R6 Mark II っていうのを開発中で、そこには積層型のセンサーが採用されるというふうな噂が投稿されました。でキャノンでね、積層型のセンサーっていうと EOS R3 に採用されているということもあって、ハイエンドの R3 とミドルレンジの R6 Mark II っていうのがもしかすると同じようなセンサー
センサーっていうのを積むかもしれないということで、でもそうなるととうとうこう積層型のセンサーっていうのがあのハイエンドではなくてこうミドルレンジにも降りてくるっていうことなので、こちらもかなりこう注目かなというふうに思います。でもう一つね、気になるキャノン関連のニュースなんですけれども、これキャノンルーマーズに掲載されていたニュースで、キャノンはサードパーティー製のレンズに関してもかなりこうコントロールしたいという思惑を持っているようで、 RF マウントのレンズに関してはあのサードパーティー製のレンズっていうのを認めるのではなくて、まあ、自社でなるべく開発しようというふうな、そういったこうスタンスを取っているのではないかというふうな、まあ、記事っていうのが、まあ、出ていたんですね。例えばこうサムヤンであったり、そういったこうサードパーティー製の、ね、レンズを作っているところっていうのが RF マウントのレンズの生産っていうのを、まあ、ストップしているような状況らしいんですね。あのこれね、僕ねちょっと気になったのが、実はね今からねこう半年ぐらい前にクラウドファンディングであのレンズっていうのを購入したんですね。ただそれがねあの従来の予定よりちょっと遅れたんですね。でその遅れた理由っていうのが、一部のマウントのこうパテントをめぐってちょっと見解の相違があって、今ちょっと確認している最中だからもうちょっと待ってくれみたいな、そういった話だったんですね。で僕はそのクラウドファンディングのレンズっていうのは E マウントで購入していたんで、その後ね予定よりかはね 2,3 ヶ月遅れることになったんですけれども、僕の手元にはそのレンズっていうのも届いたんですね。でこういったねニュースなんかを見ていると、おそらく RF マウントのパテントをめぐって、まあ、ちょっとこう問題があってあの発送が遅れたのかなというふうに思っているんでね、やっぱりこの辺最近あの純正とサードパーティー製のレンズを比較すると価格の違いほどの性能差っていうのを感じなくなるケースっていうのが多くなっているので、まあ、もしかするとキャノンはまあそういった点っていうのを懸念して、サードパーティー製のレンズに関してはある程度まあコントロールしたいと考えているのかなというふうに思うんですけれども、まあ、ただねこの辺こうユーザー目線からするとあのレンズの選択肢っていうのは減ることにはなるんでね、この辺ねこう実際のところどうなのかっていうのはねちょっと注目して見ていきたいかなというふうに思います。で次、ソニー、キャノンときたなるニコンの話で、ニコンに関してもですね、Z8 に関する噂っていうのがここのところずっと出てきていて、この Z8 に関して6700万画素のセンサーを積んでいるのではないかというふうな噂であったりだとか、でそのカメラでこう撮影したというふうに言われるあの画像とかっていうのも出回っているんですけれども、ただ同時にニコンの噂を専門に扱っているニコンルーマーズによると、この Z8 の噂に関してはガセであるっていうふうにあの主張しているんですね。で一部ではねこの Z8 ね9月中にも発表されるのではないかっていう風な噂も流れたんですけれども、このニコンルーマーズによると、もうすでにその9月に入っているんだけれども、この Z8 が発表されそうな兆候っていうのは一切確認できていないっていう風に言っているんで、まあ、この辺ねあの Z8 本当に存在するのかしないのかっていうことも含めてちょっとまあ冷静に見た方がいいのかなと思うんですけれども、ただ同時にね9月にこれだけいろいろな各社ねあのカメラニュースの噂っていうのが出ているので、ニコンもねそういったこう活発なね開発環境の中であのなんだろう埋もれないためにはね、やっぱりこう新しいカメラっていうのはどん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 と発表していくねあの必要があるんで、この点ねこう Z8 がどうなるのかっていうのも注目して見ていきたいかなというふうに思います。で今月はこのソニー、キャノン、ニコン以外にもいろいろとねカメラの登場っていうのが噂されていて、まあ、その中でもほぼほぼ間違いないと思われているのが富士フィルムの XH2 なんですね。これまでにこうリーク等で判明しているスペックっていうのをまとめると、発表っていうのはもうじき9月8日に開催される X サミット in NYC ね、ここで公開されることが間違いないと。で価格に関しては1999ドルということなんで、日本円ではまあ20万円台で買えるということですね。ボディに関しては XH2S と同じで、動画に関しては 8K30p で 4K60p 13ストップのダイナミックレンジを実現しているということなんですね。でこの XH2 に関しては、まあ、動画よりもまあこう写真っていうのをまあ念頭に置いたようなモデルということで、ピクセルシフトで1億6000万画素の画像っていうのを収録することが可能なモデルということなんですね。この XH2 に関してはね、間違いなく今月っていう風なねモデルなんで、今週にもね開催される X サミットは注目かなと思います。で最後はあのパナソニックに関する噂なんですけれども、パナソニックは近日中に L マウントのルミックス S18mmF1.8 をあの近々発表するだろうということなんですね。でこのリーク情報っていうのはね、かつてあのツイッターで活動されていて、今はねあの掲示板の方に映られている方からの、まあ、リーク情報ということなんで、まあ、ほぼほぼ間違いないだろうと。でしかもこの 18mmF1.8 っていうのはパナソニックはもうすでに開発を発表しているレンズなんで、近々それが出そうだということで、最短撮影
影距離は 0.18 メートル、18センチということで、最大撮影倍率は 0.2 倍で、フィルター径は67ミリで、重さっていうのは340グラムになるということなんですね。まあ、ということで、まあ、超広角の、まあ、単焦点レンズということで、このね、超広角の単焦点レンズっていうのも各社結構こう気合が入っていて、先日ね、シグマがね、20mmF1.4 っていうレンズを発売したんですけれども、これもね、めちゃくちゃ評価の高いレンズなんで、この辺なんでしょう、やっぱりこう Vlog 用途的と言いましょうかね、超広角単焦点っていうのは結構来ているのかなというふうに思います。はい、というわけでね、今月はどうやらカメラ関係の噂っていうのが活発になりそうなんですけれども、まあ、こんな感じで毎週月曜日は1週間分のカメラニュースっていうのをまとめてご紹介しておりますので、もし気に入っていただけましたら、いいねとチャンネル登録よろしくお願いします。それでは今日はこの辺で、おもかげでした。